は、えー、はいいおはようござまますすあの相対性理論でで勉強ししつつ楽しんでます今ひょいと思いついてねシュワシュルト計量を使ってあの太陽の周辺を光が通過する時の屈折っていうのをね計算できないかなと思っててってケンヨ先生の方の中にえっ、ー、とあるんですよね。でこれはでしょエディントンのエディントンさんたちが率いてあの 日食の時にその光の屈折うを計算して、えー、とアインシュタインの理論の正しさを、えー、証明したっての有名な話があるじゃないですかあれって計算できないのかなと思って、えー、たんですよでえっ、ー、とケンヨン先生はねこれ微分方程式とってんじゃないかなと思うんだけれども微分方程式あんまりやってなかったもんで今こ,こんなの もう一回読み出したところなんですけども、えっ、ー、と、素朴にね、私はもう素人のやることなんです,すごく素朴なんですけども、えっ、ー、と、シュワルツシルト計量っては、ここにあるようにですね、えっ、ー、と、4つの4、4弦ベクトルからなるわけですよね、時間、それから半径 R、えっ、ー、と、それから極座標の θ と極座標の φ。 えー、4つの要素からなる、えー、4弦ベクトルなわけじゃないですか。でこのうちのね、えー、DT の部分時間軸の部分っていうのはこれ定数なわけでしょ R は、えー、とこの場合太陽の半径と見れば一定なんだからここは結局無視してもいいんじゃないのかなと。でそうすると残りは3つのベクトル でえっ、ー、とディ DR それからデディシータィファイですよね微小量でえっ、ー、とシ、えー θ とファイが関わるところっていうのがあの向きに影響しますのでそうするとそれをねえっ、ー、とその微小ベクトルこれがあのえっ、ー、と座標位置によって 向きが変わってくるはずでっていうのはシータとファイによってその軽量テンソルのベクトルが変わってきますんででそいつをスカラ倍してちょっと大きくしてあのちょっとずるしてね <laughs> そいつを、えー、GNU プロットかなんかで3次元表示してやればなんとなくあの 太陽があってねそこを光が通過する時にグニュっと曲がってこういう,というのが表示できるんじゃないのかななんて今ちらっと思ったんですよね。思ってで今それでそのえっ、ー、とちょっと GPT にこういうやり方ってどう思うみたいなことで、えー、やったんですけどもまあそう見当派のようなことやってるのでもなさそうなのでちょっとこれでやってみようかなーなんて思ってるんですよ。 えー、多分ケンヨン先生はこれど,どっから導出してんのかなって微分方程式を解いてるんだと思うんですがね。でそこからその屈折するってところを導いてるみたいなんだけどもここはちょっとちょっと勉強しないとついていけないな。微分方程式もう一回ちゃんとやんなきゃ。 あれなかったっけニュートン、ニュートンの引力の法則はあるんだけど、アインシュタインはないなぁ。自分で導き出すしかないか。えて、ー、なことで、えー、と、楽しんでおります。あのー、これしばらく知ると計量だと、割と単純ですもんね。そういったその、 座標変換しなくても座,座標はずっと極座標でずっといくわけだからあのテンソルで座標変換してやってってややこしい問題は避けられるんじゃないかと思うんですけど座標変換してのはあれなんですかねあの相対性原理で、えー、と座標系が変化しても同じ物理法則が成り立つっていう。 相対性原理を表現しようとするとテンソルによる座標変換がいるのかなって今ちらと思いついたんですけどもまあ適当なこと言ってますんで適当なこと言ってますんで <laughs> ちょっと計算実験して確かめようかと思ってます。それじゃ